プロ野球ドラフト会議で DeNA から6位で指名を受けた静岡商業高校の高田拓人投手のもとへ、今日球団関係者が訪れ指名の挨拶をしました。今日午前、 DeNA 関係者4人が学校を訪れ、高田投手に指名の挨拶をしました。体が大きくなってこないとね、技術もさることになるからね、体はやっぱりいいはずだから、やっぱり練習して食べてね。こうやって注目されることで、地元のファンの方たちにも多く応援していただけると思うので、そういったところを自分の力に変えて頑張っていきたいなと思ってます。高田投手は今後、仮契約を結ぶ予定です。